皆さんこんにちは、タスガヤナイスです。リアルデイズ100デイズ48日目やっていきましょう。それではスタート、レッツゴーということで、前回ねこのネザー天井までやってまいりまして、ここが多分、ターゲットブロック126ですね。これ127ってどこだ。もう一個上、もう一個上なんですよ多分。もう一個上、もう一個上なんてある。127だよね確か。あれ127のとこでやるって聞いた気がするんだけど、アイスさんは127のとこある？ちょっと127のとこを探していきたいんですが、全然見つかんねえ。127ってあります？あ、あれ？ん？あれは？あれはどうですか？あ、あれ127ですね。よし、127を発見しました。では、はしごを持ちます。はしごで、はしごで登っていきます。よいしょ、はしご登っていきまして、エンダーパールは持っているはず、オッケー。で、黒曜石、火打ち石とうちがね、ちゃんと持っています。大丈夫です。ってことで、行きましょう。ここに、頭をこすりつけながら、この境目だっけ、はしごと、ここだっけ、この辺に、どこ狙えばいいんだ、これ。この辺にね、確かエンダーパールを投げると、エラ！オッケー！ネザー天井上やってまいりました。で、ちょっと待ってね、前回メモしたのが、座標が、ちょっと待ってくださいね。前回メモした座標が160のマイナス360なので、これは8分の1しまして、20のマイナス、45かな？多分そんなもんですね。では、ここを探していきたいんですが、だいたいそんなに移動はしていないはずだけど、20、こっちじゃないですね。20、あ、こっちですね。20のマイナス45ということで、向こう方向で、20の、この辺、20まで来まして、45。よし、この辺ですね。この辺が、前回作った拠点の上のポータルの場所になるはずなので、ここにね、黒曜石作っていきます。まあ、繋がらなかったらどんまい。まあ、さすがに繋がると思いますけど、まあまあまあ、繋がらない可能性もなくはないので。で、湧き潰し用のアイテムを何一つ持ってきていません。対戦ありがとうございました。湧き潰しができるものを、本当になんもねえな。まあ、ハーフブロックか、木材は持ってない。作業台、ああ、まあ、拠点に帰ったら作れるか。では、黒曜石、黒曜石でパンパンと置きまして、あ、拠点の黒曜石持ってきてねえや。まあいいや。松明じゃない、火打ち石と違いですね。火打ち石と違いで着火しまして、パンプキンパイを食べまして、では、拠点へ帰りたいと思います。レッツゴー！これで拠点に繋がってくれれば、最高なんですねー。オッケー、さあ拠点は帰ってまいりまして、で、ここね多分破壊しておいた方がいいですね。ここ破壊しておいて、多分こっから降りていった方が早いですね。よーしよしよし。これでね、ネザー天井上、自由に行き来ができるようになりまして、なんかさ、クリーパーが大量に湧いております。クリーパー大量に湧いておりますが、まあまあ気にせず行きましょう。で、令和48日でしょ？天井行った、今日やること終わった。今日やること終わってしまいました。どうしましょう？一旦荷物の整理をして、で黒曜石あと2個もらって、であとまあ竹とかサトウキビとか羊の毛とか買って、まあいつものように、ね、やっていけばいいんじゃないかなと思いますので、いつものようにやっていきたいと思いますが、ネザーラックがパンパンであると。なんで竹こんないっぱい持ってるんだ。あれか、足場作った時のか。まあとりあえず荷物整理をしていきまして、耐火のポーションは一旦しまっておいてよくて、黒曜石もらっていきたい。黒曜石2個、エンダーチェストの、耐火のポーションしまっておきたいけどな、しまっておきたいけど、まあ、いっか。足場をしまって、黒曜石と、黒曜石はしまわない、頭皮の苗木はしまってよし、エンダーパールは、まあ、持っといてもいいな、もう。持っといてもいいけど、今日やることは。まあ、一旦しまっとくか。一旦しまっておいて、まあ、こんなもんでいいか。はしごも一旦しまっといていいか。はしごも一旦しまっておいて、まあ、耐火と黒曜石だけ持って、まあ、この辺は持っておいて、で、パンプキンパイは確かあれに入っているはずなので、そう、あれです。まあ、あれに入っているはずなので、まあ、気にせず行きましょう。では、竹とか、サトウキビとかなんやかんや取っていきましょう。では、とりあえず、もう今日はね、最終日ということで、最終日ではないんですけど、最終日なのでね、拠点で、まあ、農作業を軽くしつつ、まあ、明日に備えたいと思います。いやー、明日、どうだろうな。で、エンドラってさ、ワンチャン死ぬから怖いんだよな。
さすがにね、それはもうね、アイスさんもね、そりゃもうエンドラー何十回と何十回も言ってるかな、まあ、結構ね何回も倒してはいますが、さすがにねワンチャン死んでるからな、ワンチャン死んでるから怖いんだよな。あ、吹き飛ばし食らってもさすがに一角では死なないと思うけどね。まあ今4433ついてるので、防護が4433ついてるので、さすがに一角では死なないと思うけど、まあワンチャン死ななくもないから怖いんだよなって思いつつねやっております。まあどうだろうな、まあ低速ラッカーあったら確実に死なないので、低速ラッカー飲んでみたいな、そんな感じでやっていくかな。まあエンダーマンに絡まれてもさすがに死なないと思うしな。うん、まあまあまあ大丈夫だと信じていきますが、怖いものは怖いですね。まあ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 、でで、エンドラから帰ってきたらとりあえずやることはあれですね、羊の自動化、合ってるサトウキビ、ここで合ってるね。羊の自動化したい、とても羊の自動化したい。まあ、ということでね、まあ、エンドラ討伐から帰ってきたらね、まあ、羊とか今後古代都市に行くこととかを考えていきたいと思います。ではハサミで羊毛を買っていきまして、まあ、今日は本当にもう作業するだけかな。あとはだってもうね、まあ、行く場所もないしなんだ、あと何もやることないよね。で、なんか久しぶりに畑でも収穫しとく。なんかずっと放置してあるけど、畑さ、やっぱ実りが遅いからな、あんまり枯れない、あんまりいっぱい取れないんだよなと思いつつ、さあまださ、あの辺実ってないんですよね。あの辺若干、まあまあいいでしょう。とりあえずバケツでガーッと取りまして、バケツを回収しまして、うん、なんか久しぶりに農作業しますね。これ何日ぶりなんだろうな、結構長いこと放置されてたはずなんですけどね。で、あとコンポスター作ってさ、この小麦の種を自動でさ、コップに変えられるようにしていきますか。さすがになんかいっぱいいっぱいになってきた、種だいぶ余ってるはずなので、ちょっと後でね粉砕しましょう。種ホップン、あ待って、コンポスターじゃない、ホッパーって作れるかな。ホッパーどれくらい作れるかな。あとさ、このワンスタック、これさ 9×9 で作るとさ64で地味に足りないのめんどくさいんですよねって思いつつ、いつも植えております。よし、まあ、木はいいか。そう、前回ね、そう編集してて思いました、前回ねここに、ね、木入れましたね。まあまあまあ、これは、持っていくとして、コップン自動生成器を作りたいので、とりあえず鉄いっぱいあるな、チェストと、は板材を作って、あ待ってわー、またね、あれやるって言って忘れましたね。ちょっと後でやりに行きましょう。もうちょっとハーフ作っていい？もうちょっとハーフ作って、で、コンポスターを2つ作りましての、ホッパーを2つじゃないですね、4つ作りましての、まあこれでいいか。コンポスター、まずチェストからか。ではここに、チェストを置きましての、ホッパーを1、2と置きまして、ホッパーじゃない、コンポスターを1、2と置きまして、上にチェストを2つ置きまして、ラージチェストにしまして、ちょっと今のとこカットで、で、ホッパーを、このね、チェストの下向きに設置することで、これね、あれになる、またやったよ、こいつ。はい、ちょっと組み直します。また失敗しました。もうこれ、ほんといつもやるんですよね、アイスさん、これ。もうなんかさ、あんまり何も考えずにチェスト置くとさ、置けないことがあるから困るんだよねって言いつつね。ではね、置き直していきます。チェストを置いて、横向きにホッパーを、こことここに設置して、コンポコ、シャガミングコンポコンポからの、ここにチェスト。はい、チェストね、ラージチェストにしまして、ホッパーで、ホッパーを下につけるとOK。で、ここに、種を入れることで、自動で粉砕してくれると。いいっすね。種、大量に余ってるので、これ全部、粉砕しまーす。粉砕、玉砕、大喝采。まあ、種、まあ、別に余らせてても意味ないので、まあ、いいでしょう。で、エンダーチェスト。エンダーチェストの中に、食べ物が入ってる。ポーションを入れる。低速ラッカーも入ってるよね。低速ラッカー、安心。やーちょっと、もらっとくか。
やーちょっと不安だな、いやーちょっと不安だから、これ全部閉まって、黒曜石と、リーチ石と内金も入れといていいか。入れといて多分大丈夫なので。で、さっきアイスさんがやり忘れたことをやりに行きましょう。逃避のハーフブロックを持ちまして、チェストはいらない。ハサミも閉まっておく。よし。で、視力タッチであることをしっかりと確認してから、エンダーチェストを破壊します。破壊。いい、オッケー。さあ、破壊しまして、で、さっきね、やり忘れたことをやりに行きましょう。の前に、ちょっと一回ファントムカウント消しといていいですか？一回ファントムカウントをリセットしまして、これさ、自動醸造って何してたっけ？水中呼吸かな、多分。あ、水中呼吸ですね。まあ、特に持っていくものはないため、ないよね。まあまあ、いいでしょう。で、ファントムカウントもね、ファントム湧かないので、上へ参ります。でね、さっきやり忘れたこと、これですね。湧き潰し。湧き潰しを普通にやり忘れたので、湧き潰ししていきます。ただ、これ結構長いんですよね、128って。まあ、64ブロックぐらい上がっているので、普通に結構長いっていうね。なんかさ、これ前も言ったけどさ、この足場の登りよりもうちょっと速くならないっすか？なんか、足場の登りよりが速くなるエンチャントとかあったらいいんですけどね。まあ、そんなものはないため。さあ、参りまして。まあね、まあ、ピグリンとかだったら別にいいんですけど、あれが湧くからな、あれが湧くので、ギャストとかが湧くので、まあ、そういうのを湧かせないためにちゃんとね、湧き潰しはしておかなければならない。よし。よし。では、ハーフブロックでしっかり湧き潰しをしまして、OK ですね。よいしょ。あん。で、ここは、まあ、ほぼほぼ00だしな。ほぼほぼ00ってことにしときましょう。まあ、今度、まあ、エンドから帰ってくるときも一回こっち経由で行くからな。まあ、あんま関係ないですね。さてさてさて。さあ、今日も今日とてやることがなくなってまいりましたので、明日に向けての準備をしていきたいと思います。で、まあ、準備って言っても特にあんまりやることはないんだけど。まず、製図台を作らなければならないかな。製図台は、まあ、作らなくてもいいけど。まあ、村の方にね、製図台あるので、そちら使ってもいいっちゃいいんですが。まあ、作るか。まず、紙を持ちまして、紙持って、白紙の地図あるのか。白紙の地図あるならいいや。こっち使おう。で、板材で、まず、製図台を作りましての、製図台は、ちょっとこの辺、なんか手一杯になってきたな。ちょっとこっち側に置いとくか。製図台を置きまして、拡張していきたいんですよね。これ置いて、あれ？待って。これは複製だっけ？あれ？え？待って。製図台の作り方。製図台の使い方あんま知らないんですよ、ナイスさん。え、これは、どうすればいいんだ？え？待って。紙ってさ、あれ？これ、上って何置くの？あ、コンパス？あれ？なんかさ、製図台でさ、え？待って。製図台でさ、これって大きくすんじゃなかったっけ？え、待って。まず、ちょっと待ってね。混乱中。アイスさんね、なんかあんまり地図の使い方をあんまり詳しく知らないため、一旦コンパス作ってみて、白紙の地図なんですよね、これ。これ一回、あれか、一回使わないといけないのか。一回使わないと拡張ってできない、これもしかして。一つ持って、えいやっと、やってみて、これを、これはこれを、こうすると、あ、こう使えばいいのか。なるほど、オッケーオッケー。じゃあ、多分、まあ、全力アップでいいか。これ地図レベルアップさせていきます。とりあえず拠点からの地図を全力でパワーアップします。これレベル4なので、これ以上は多分大きくなら、またなる。あれ？あ、これ、え？あれ？ちょっと待って、レベル4最大じゃなかったっけ？これするとどうなるの？あ、これ以上はならない。あ、はいはいはい。これシャープ6になってて、これがね、最大縮尺ってやつね。まあ、最大にする必要はなかったかもしれねえ。ちょっと勢い余って最大にしてしまいましたが、コンパスはいらないですね。コンパスはいらなくて、でね、地図の、どれだったかな？これかな？これが多分、拠点の地図になってるんですよね。これが多分、拠点の地図になっているはず。まあ、大体拠点の地図ですね。大体拠点の地図なので、これを帰り道として一応持っておいて、で、でも結局コンパスは持っておいた方がいいか。結局コンパスは持っていった方が多分いいので、エンダーチェストに、コンパスとこの帰り道の地図用を持っていっ
で、この白紙の地図は一応持ってっか。この作業台、この製図台も持っていって、で、エンパーとブレイズロットを持ちまして、エンダー、ブレイズパウダーをガーッと作りまして、エンダーアイ12個、とりあえず12個作ります。まあ、足りなかったらまたその場で調達、その場で作るっていう形でやっていき、ま、いきたいと思います。神々で笑ったー。で、この辺はしまっていい、製図台、逃避の板材、松明を持っていきたい、石炭は多分ここ、石炭をできるだけいっぱい持っていきたい。なんでかっていうと、まあ当然ね、エンド要塞ですね。エンド要塞が大変なので、いっぱい持っていきたい。で、まあ武器はこれでいい。まあ修繕もしなくていいでしょう。逃避のハーフブロックはいらないです。逃避のハーフブロックいらなくて、雨が降ってまいりまして、はしごを作っていきたいんですよね。はしご。はしごを、逃避の原木、まあ逃避あれだけ作ってっか。はしごね、あれ、登った方が結局早いみたいな話あるので、あ、待って、棒をいっぱい作って、はしごをいっぱい作って、まあ、こんなもんあれば足りるか。まあ、こんなもんあれば多分足りると思いますので、こんなにいらねえな。どう考えてもこんなにいらねえな。紙はあれか、伸ばすように必要だから、とりあえず、エンドラ討伐に必要なものは大体揃いましたかね。はしごと地図と、まあ、エンダーアイは使う。まあ他は全部しまっといていい。これ板材よりさ、原木持ってった方が効率いいんですよね。ちょっと板材しまって原木持っていきたい。原木に変えましょう。原木だとね、これ4分の1になるので、スタック数が4分の1になるので、スタック、枠がね、4分の1になるので、やっぱ原木の方がいいんですよね。あとね、原木ってなんか必要になった時に何でも加工できるので、まあ板材でもね、加工できるものはそんな変わりませんけど、まあね、4分の1にできるんだったら、まあ当然ね、原木の方がいいよねっていう話で、原木にしていきます。原木を持っていきます。そう、アイスさんがね、普段ね、持ち歩くべきもののね、一つとしてね、この原木っていうものをね、あげてるんですけど、やっぱ原木の使い勝手はいいよね。このさ、まあ、ワンチャン8倍の足場にしてもいいし、8倍の足場ブロック、まあ、ハーフブロックまでするとね、8倍の足場ブロックになりますし、で、棒にもなるし、で、なんだ、まあ、他、ボートとかにもなるし、やっぱね、原木を持ち歩くっていうのはね、とても便利でいいですよ。っていうアイスさんからのおすすめです。まあ、アイスさん、大体、前のワールドでもそうなんですけど、エンダーチェストの中のシュルカーボックスの中に原木を入れています。まあ、ぶっちゃけね、なんかそんなに大量には使わないので、それぐらいでいいかなっていう。なんかぶっちゃけ、なんかめちゃめちゃ使うんだったらね、あれなんですけど、まあ、言うても手元もぐらいしか使わないので、まあ、言うても手元もぐらいしか使わないはずなので、原木って。まあ、必要になった時に取り出せるように、まあ、そこにしまってあるって感じですね。よしよしよし。原木を入れて、原木入れて、原木を、あ、待って、矢を交換してると、矢を交易してこようと思ったんだ。エメラルド。間に合いますか？まだ時間ある。大丈夫。まだ1分くらいある。大丈夫。ちょっとね、矢交易してきます。ちょっと2スタック半ぐらいだとちょっと心もとないかな。まあ、さすがに足りると思いますけど、なんか適当に打ってたら足りなくなりそう。さあ、ヤシさんもね、そろそろ起きてくると思いますので、まあ、起きてなかったら叩き起こしていきますが、鉄が湧いて、鉄2体湧いておりますね。鉄3体湧いております。なんということでしょう。ちょっと鉄だけ買っていきたい。鉄買っていきまーす。本来の目的を完全に忘れている。ということで、まず登りまして、よし。さあ、雨が降っているので、ね、なんかあれですね。一瞬で火が消えてしまう。で、なんか向こうのアイアンゴレムなんかダメージ食らってますね。さあ、一匹からの矢を使えて、オッケー、パンチングして、このね、最高効率のアイアンゴレムトラップを見ようって感じですね。これが最高効率なのマジでウケるよね。さあ、もう一匹。ほら、オッケー。ただ、あいつ来てくれなさそうかな。あいつ来てくれなさそうだな。ちょっと待って。ほら、オッケー。さあ、矢でね、合流しました。
さあ鉄がいっぱい取れまして、鉄とかもね持ち歩いた方が結構便利っちゃ便利なんですけど、ちょっと待ってね、あと10秒、矢を、矢ぐらいは攻撃できる。おら、オッケー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 、まあまあこんだけあればいいということで帰りまーすが、終わりですね。本日終了でーす。本日終了ー。はい、ということで48日目お疲れ様でした。おおよそね、エンド要塞、エンドラ討伐へ赴く準備はね、できましたので、まあ明日はね、もう朝からいきなりね、エンド要塞へ向けて出発していきたいと思います。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。